本田ダ地下のリメージ22年4月9日は、明治時代の神道化。神道霊学中高の祖と言われ、古代に存在したとされる騎神の復元を図り、鎮魂騎神を中核とする、本田霊学を日本に確立した。その霊学理論は、長沢武下手、添島種尾らに継承されたほか、本田新霊学は、出口鬼三郎が開いた大元、友木予感心や、 高信道祭などの著名な神道系神宗教家に多大な影響を与えた。1822年1月13日、薩摩国加世田の薩摩藩士、本田主造の長男として生まれる。幼い頃から漢学を収める日々を送り、天保10年、17歳の時に京都に留学。その後江戸に移り縁あって、相沢聖司祭に入門、平田厚種などの影響を受けながら、 国学や和歌を収める。天保14年、京都に滞在中、狐月の少女と出会ったことをきっかけとして、心霊の研究を本格的に始める。その霊魂協議は30代半ばに体系化されたとされ、神道における霊的側面を理論化し明らかにした。その内容を大別すると、また、白川博王家の塾頭で、門外不出の白化神事秘宝を体得していた。 高浜清七郎とも深い交流があった。1889年4月9日に67歳で、没する。ありがとうございます。